やっぱ現場によっては儲かる仕事とか、はいはい、そう、金の話になっちゃうんですけど、あ、一発どれぐらい儲かるんですか？結局あのやっぱコマーシャルでしょ。コマーシャル、いますよね、コマーシャル。コマーシャルはやっぱり圧倒的に普通のテレビ出演とは違うから、はい、コマーシャルが一番儲かるし。え、テレビ出演ってやっぱあんまり儲かんないんですか？でもそれはやっぱ人によると。やっぱコマーシャルでしょ。コマーシャルどんくらい儲かるんですか？ただあのコマーシャルも一日中撮影しないといけないコマーシャル、はい、ね、はいはいはい、拘束時間が長くて、そうそう、特殊メイクしたりとか回ったりとかするじゃないですか、はいはいはい、だから楽なコマーシャルと辛いコマーシャルの落差がすごく激しかったのが1回あって、はい、あの1回ものすごい楽なコマーシャルがあったんです、はい、何やったかな、んか電話会社かなんかのでっかいところのコマーシャルで、ほんまあの1時間かかれへんかったんちゃうかなみたいな、1時間かかんないで、はい、みたいな楽なコマーシャルがあって、なんでやと、ものすごいスタッフに気を使われて、大丈夫ですか、お時間大丈夫ですか、押してますか、大丈夫ですか、あの巻きで巻きでいきますって、ものすごい気使われたことがあったんですよ。でなんでやろって思って、普通コマーシャルはクライアントさんがいて注文何されたって大体基本的にはやるのに、やたらとなんかすっごい気を使われて、はいはいはい、特に僕がなんでやろうなって、で後に判明したんです、それが、はい、そのコマーシャルを撮る撮影のスタッフさんが僕が昔に過去に出たドラマの制作会社と被ってたんですよ、はいはいはい、というのもそのドラマで僕ブチ切れしてるんですよ。あ、そうなんですか。あの一度日テレの方のドラマで、はい、それこそあの子役で神木隆之介君が出てたりとかしたドラマで、ほんであの陣内さんとか有名女優さんも出てたりとかして、普通の よくあるドラマ、はい、家族の話で、それでとにかくすごく時間を押す現場だったんです。はいはいはい。でその時で5時間ぐらい押してて、はい、5時間押すんですか。そう、もう5時間押しで、でも本来まあそれはドラマとか映画とか待つ時間も仕事ってされてるからあれなんですけど、あまりに押してたんですよ。押しすぎて現場の空気感で下がってしまうから、はい、やっぱそこはお笑い芸人やし、はい、俺が盛り上げないとって思いながら、その一家旦那で食事するシーンでちょっとあの台本にない冗談をリハーサルでこうバッと言ったりとかして場を和ましてたんですよ、はいはいはい、箸置きをこうやりながらでカッターとか言いながらリュウ面白いって神木君を笑わしたりとかいろいろしてたんです、はい、ほんで最後のラスリハみたいな、ラステスみたいな最後のアンダンスルみたいなのがあるんですよ。その次本番、はい、その時に現場のフロアのディレクターがパー、はい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 、はい、います、はい、パーと来て、あ、宮迫さん、すいません、あ、次あのラステスなんでふざけないでお願いしますって言われて、はい、その時にブッチって、俺はこんだけ押してて空気悪くなって場の空気盛り上げようと思って、俺は真面目に真剣にふざけてやってんねん、遊び半分でふざけてんちゃうねんこら、大体こんなに押してこんな空気にしてたらお前らトロトロしてるからちゃうかこら言って呼べたんだってブチ切れして、ブチ切れしたことによって現場の空気を一番悪くした俺やった逆ですよ。小焼きの神木君も震えてた初めてそんなに怒ってる大人見たからこう震えてた俺が一番悪してるやんけで、それがあったスタッフさんやったから、押したらやばいこの人切れると思われてた。だからもう巻いて巻いてコマーシャル40分で終わるってなんなん。でも、あ、同じお金やからね。え、いくらぐらいも俺がそれいくらぐらいやったかな。でもそれはコマーシャルによってピンキリやけど、でもそんなには何千万とかですか。そんなもんやね。何百万ですか。何百万やったと思うけど、僕らはそのどっちかというとコスパがいいタレントさんやったんで、や安かったと、切り抜きをご覧いただいてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。